J1 リーグの生存競争から抜け出して安定した戦いへのきっかけをつかむ仙台と大分の試合です。長の軌道に乗せる大事な一律化です。ファーストハーフのキックオフ、右エンド白いユニフォームが大分、左が仙台です。長いボールを蹴り出していきました大分です。関口が今日は巻いています。フォギーニョがボールを奪います仙台です。中中央赤崎裏のスペースに西村のシュート、先制ゴールが生まれました。開始の5分、いやここね本当にフォギーニョがしっかりとボールを取った後ね、しっかりとボールをつない でまた木田から赤崎というところですよね。まあ、ここよく赤崎も西村 この抜けたところを、ね、タイミングよく見てましたよね。で非常にいいラストパスで、そこで西村も非常にいいシュートでしたよね。非常に素晴らしい攻撃の、ね、形だったと思いますね。ここですよね、今のところいいですね。松田中を送り込む、こぼれ、フォギーニョ後ろからシュート、羽田のコントロールショットだったんですが、ここはコーナーキックになりました。今度は左のサイド、いい攻撃ですね。香川左足、中に送り込んで遠いサイドボレーシュート、薬物オービック押し込んで長澤同点、追いつきました。古巣相手にゴールを奪ってきました長澤、リーグ戦2戦連続のゴールになりました。ここね本当大分らしい高い位置を取って、これも非常に素晴らしいクロスでしたよね。で、ふかさず枠の中に入れてきたというところで、キーパーのこぼれ球をしっかりと、ね、長澤が詰めてましたよね。まあ、長澤らしいゴールだったと思いますね。ここもね本当難しいボレーシュートですけど、しっかりふかさずシュートを狙って、その後長澤がこぼれをしっかり狙っていたと。右足に持ち替えてフォギーニョシュート打った、ブロック、エンリケ・トレビザン。ちょっと期待してですけどね。さあ後半のキックオフです。右エンドが仙台、左エンドを取ったのが大分です。長いボールを西村へ、浮き球、ボックスに入って町田、後ろに羽田、流して下田、前線ターンできるか、長澤シュート、もう一度下げます吉野です。マセー、フリック、そして富田のクロス、ヘディングかと押し込んだ、勝ち越し、大卒ルーキー加藤が公式戦2戦連続のゴールになりました。いやここねいいフリックしましたしね、いいとこ入れましたよね。でこの入りですよね、非常にね加藤のエリアの中に入るねタイミング、まあ、ここの右足富田のねクロスですもですけど、非常にいいボールも入りましたし、非常にいいタイミングで入ってきましたね。素晴らしいゴールでしたね。まあ、ここの一連の流れの組み立ての中で、まあ、吉野がしっかりとくさびを入れたというところが、ね、まあ、大きかったかもしれないですね。切り返す、出足のいいアピアタビア久志の守備、もう一度右へ下田中見る、高いボールを入れて長澤の頭、ヘディングはヤクブスオビク、手を伸ばした、いち早くボールを供給しなければいけないという状況。その長いボール、高澤セル、平岡ヘディング、ここで試合終了の笛が鳴りました。